はい、こんにちは。今回は久保優太格闘技塾をやってきます。なんとですね、先ほど、空手世界チャンピオンの内藤選手と、菊池選手とですね、コラボさせていただいたんですけど、なんと内藤選手のですねチャンネルのメンバーの方がですね、久保優太格闘技塾にですね入ってくださっているというですね、衝撃的な事実が発覚しました。よろしくお願いします。お願いします。雷門の 全日本大会準優勝、空手は聖堂会館全九州優勝です。軽くスパーリングしてさせてもらって、はい、でその後にちょっと反省点というかですね、はい、それを踏まえた上でよろしくお願いします。お願いします。じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。ということでですね、今スパーリングを踏まえてですね、ちょっとレクチャーの方させていただきたいと思います。お願いします。ミドルがすごい上手というか、それに結構自信持たれてるじゃないですか。それに対して僕がこの前蹴りを使うと、前蹴り嫌がるじゃないですか、はい、そうすると半身になるじゃないですか、はい、こうなるんです、はい、そしたらこれでミドル蹴るともう浅くなるんです、はい、結局もうちょっとこっち、これですね、これの時にちょっと大きいんですね、はい、大きく取ってください、大きく取ってください、大きく取ってください。僕が後手に回ってるんですけど、距離がずっと変わらなくなっちゃう、はい、先手を取ってるにもかかわらずこっちが有利な、はい、それを気をつけるためにまずミドルでしっかりとペースを、せっかく当たるじゃないですか、はい、当たる、深く当たってるのにこう戻ってるんです、はい、なので深く当たったらこっちに来るんです。深く当たって、あ、はい、取ってこっちに戻っちゃってるんで、あ、こっち、あ、なんか、ちょっとそれが大きいので本当に足を蹴ったら半歩出すみたいな、半歩出すみたいな、こっち行ってそのまま戻るとリターン、パンチの距離に入っちゃうんですね、ミドルせっかく打ってるんで、はい、ちょっとね、それがちょっと大きいので、大きいとまた相手がこっち向いちゃうんで、はい、さっきのような、あ、そうそうです。そしたら今どうなってますか、外側取ってるじゃないですか、はい、で僕がこっちを取ったとしてもすぐ行けるじゃないですか、はい、あ、そうそうです。そしたら
援護値が取れるじゃないですか。ミドルキックを蹴りやすい位置、対サウスポーに対して右ミドルが得意でしたら、はい、そういう風に右ミドルこっちを起点にして戦うんです。パンチもそしたら、そしたら、はい、当たりやすいじゃないですか。ここで、はい、ここで右ミドル意識したらもうパンチ当たるじゃないですか、はい、せっかく右ミドルが得意なのにもかかわらず当たってるのにそのまま戻しちゃってるんでもったいないです。もう一回また蹴ります。また蹴ります。蹴りをかけます。はいはいはい、じゃあ無限ループです、はい、そしたら相手が痛んでるんで入っていくんで、そうですよね、はい、最後オーソドックス同士、はい、この場合ですと右ミドル当たりづらいじゃないですか、はい、左ミドルを出します。そうです。今せっかくサウスポーってやった時の出方が良かったんですね、はい、でもオーソドックスだと、はい、その出方だと蹴りがちょっと浅くなっちゃうんで、はい、今の出方で蹴ってもらっていいですか。蹴ってリターンが落ちます。でもこっちがちょっと出て蹴ってもらっていいですか。そうです。こうなるんで、はい、全然違うじゃないですか。こっちで蹴ってもらっていいですか。これ耐えられちゃうんで、はい、でもこっち側蹴っていいですか。あとこういう、はい、こういう衝撃が加わるんで、そうすると足出れるじゃないですか、はい、足出れてる時って反撃できないし、反撃しても威力が弱いんですよ、はい、これミドルキックが強く蹴れない人はまた違う戦いなんですけど、はい、ここにちょっと入る、そうです、ちょっと入りすぎてしまう。今の出方は、一番最初の出方は足がこうやってするんです、はい、でも同じ威力でこっちに出るんです。これリターンできないじゃないですか、はい、ちょっと足の出方を変えるだけで衝撃が変わっちゃうんです。全然違います。全然違う、はい、でも腕の衝撃は一緒じゃないですか、はい、ちょっとこっち側に出る、そうです、あーです。めちゃ効きます。そしたらさっきやった変速ゲインが入れば、そうです、すごいものがリボディに、そうです、とか、そしたらパンチとかも当たりやすくなります。ミドルキックを受けたらローキック返す、はい、受け返しのリターンあるじゃないですか、はい、でもこの出方をやるとミドルキックに対してリターンできないんですよ。リターンできない、はい、でもこっち入ってる、これリターンできないですよ。あ、でも力は一緒です。蹴る力は、蹴る力は一緒ですよね、はい、でも衝撃の当たり方が全然違うんですよ、はい、こっちに出ることによって。今回も久保田格闘技塾はですね、スパーリングを実際させてもらって、その上でアドバイスというか、レクチャーの方させていただきました。ありがとうございました。ミドルキックがめちゃくちゃ強かったんですよ。でもミドルキックを受けた後にその出方が少し悪かったので、僕はリターンできてしまっていたので、今回は出方によってこんだけ威力が変わるというか、強い選手っていうのはこういう感じですね。ミドルキックを起点にして戦うことによって相手のパンチですとか、はい、相手の出方を封じることができるので、ぜひですね、皆さんも参考にしていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、いいねとチャンネル登録の方お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。